て、どれを作ろう。来ましたね。すみません、ご足労をおかけしました。では早速ですが、あなたの船の懸念についてお話ししましょう。あなたが考えた船の部品、これらの着眼点は悪くないと思います。ですが一つだけ、あなたの考えは重量を度外視しているのです。あなたの考え通りに船を作った場合、その重量により十分な推進力を得られない可能性が高い。そもそもお船が動かないかもしれないってことですか？その通り。ただ対策がないわけではありません。船に櫓を取り付け、推進力を補う機構を加えれば、竜巻を越えられる可能性も出てくるでしょう。機構の方は貝が何とかしてくれるはずです。ですが櫓は。なるほど。だったら櫓の作り方を考えればいいってことですよね。そうなのですが、これが言うほど簡単ではないのですよ。船ほどの大きなものが推進力を得るためには、炉にも相応の火力と強度が必要になる。さらに何より高い精度が必要です。暴発でもしたら船は木っ端みじんになりますから。確かにそうですけど、簡単じゃないっていうのは？はっきり言いましょう。そのような炉は通常の錬金釜では作ることができません。火力、強度、精度、いずれも水準に足るような炉を作るためには相応の錬金釜が必要になるのです。釜？錬金釜って違いがあったのね。当然です。そして今回求められるのは通常のものよりもはるかに性能が優れた釜。そのような釜、この町どころかこの地方を巡っても見つかるかどうか。そんな。すみません、せっかくの考えに水を差すようなことを言ってしまって。いえ、分かってます。このままじゃ竜巻を越えるのは難しいってことですよね。はい、しかしおそらくあと一歩なのです。この一歩を縮める方法、ぜひ考えてみてください。まさかこんなことになるなんて。アトリエに戻ってもう一回考え直してみよう。
そうね。何か炉の代わりになるものを用意することはできないの？ちょっと何も浮かばなくて、炉の作り方も考えてみたんだけど、レンさんの言う通り普通の釜じゃ無理そうなんだ。かといってすごい釜を探すっていうのもね。困ったわね。また八方塞がり。どうしよう。こんな時相談できそうな人って。フィリスちゃん、遊びに来たよ。いた！これでもフィリスちゃんの先生だからね。先生、ありがとうございます。私ちょっとレイさんのところに行ってきます。うん、あ、私も後で行くね。レシピに不備があったらいけないから。それじゃあまた後でね。失礼します。さすがソフィーさんね。こんなにあっさりレシピを考えちゃうなんて。でもこれならきっと。早速レンさんに店に行ってみよう。同じ錬金術師として世間話をしていたところです。それで私に用ということですが。はい、これを見てほしくて。これはフィリス、このレシピはあなたが？いえ、そこのソフィー先生が。なるほど。確かにこのレシピであれば優れた釜を作り出すことは可能でしょう。よかった。釜のレシピなんて考えるの久しぶりだったから。正直驚きました。このような発想私には到底できません。
あなたは一体？え？ただの錬金術師ですけど？ただのですか。まあいいでしょう。ですが一つだけ、この窯の材料それぞれが非常に難度の高い調合品です。すべて揃えるのには相応の時間がかかるはず。試験までの時間は限られている。これほどのもの一体誰が作るおつもりですか？それは私が。あなたは船の部品を作らなければならないはず。釜を作ってる余裕はないでしょう。じゃあ私が？一人でですか？技術的には問題ないかもしれませんが、時間的にはどうにもならないはずです。仮に私が手伝うとして、せめてあと一人高い技能を持った錬金術師の助けがあれば。話は聞かせてもらったわ。イルちゃん？釜の材料作り、私が手伝ってあげようじゃない。なんて、いいの？イルちゃんはイルちゃんで考えがあったんじゃ。いいのよ。これは共同戦線なんだから、より可能性が高い方にかけた方がいいでしょ。私たちが3人で釜を作る。で、フィリスがその間に船の部品を完成させる。こういう流れでどうかしら。私は異論ありません。うん、私も大丈夫。フィリスちゃんも大丈夫だよね。よし、それじゃあみんなでお船を作ろう作戦発動だね。うん、おお、うん、そうとなったら早速帰って調合しないと。それじゃあまたね。とにかくとして、やるとなったら私は本気でやるから。だからあなたも絶対やり遂げなさいよ。途中で諦めたりしたら許さないんだから。うん、分かってるよ。よし、じゃあ私もこれでバイバイ。では私が預かりましょう。これはどうやらあなたは随分とイルメリアから期待されているようですね。え、どういうことですか？秘密です。では私も調合の準備に取り掛かるとしましょう。あ、じゃあ私も。ありがとうございました、レイさん。うん、レイさんが言ってたことは気になるけど、今はお船の部品作りに集中しないと。釜のことはみんなに任せて、私は私で頑張ろう。新しい道具、思いついた！いでよ、アトリエ！
かな。どれがいいかな。これでいいかな。これでいい。触媒っと。よし、ここに入れよう。これはここかな。ここに入れよう。材料を。よし、いい調子。それじゃブルグビーム、どの特性を残そうかな。ここに入れよう。よし、いい調子。
上げスタート。よし、どの特性を残そう。こんな感じでだ、こんな、よし、出来上がり。どれがいいかな。これでいいか。直売はの、さあ調合開始、材料投入。よし、いい調子。これはここかな。材料投入、材料投入。これはここかな。うん、いい感じ。材料投入、材料投入。これはここかな。それじゃこれで、どの特性これ。よし、出来上がり。大丈夫？ちょっと息抜きでもどうかしら。うん、大丈夫だよ。お茶でも。それなら私が。二人はお話ししてて。じゃあお言葉に甘えて。失礼します。イルメリアはいますか。レンさん。はい、いますけど。やはりここでしたか。宿にいなかったのでフィリスのところかと思いました。私のことを探してたんですか。でもどうして。これをお返しするためですよ。あっ、それって前にイルちゃんが落としていった。ちょ、早く返しなさいよ。ほら、早く。ええ、これはイルメリアが落としたレシピです。ほぼ完成に近い竜巻を消す道具のね。言っちゃうのよバカ。ねえ、どういうこと。ほぼ完成に近いって。イルちゃんの竜巻を消す道具もうできてたの。だったらなんで私のお船作りを手伝ったりなんか。隠すこともないでしょう。素直に言ってしまった方が楽だと思いますよ。レンさん、私がここに来るの待ってたでしょ。分かった。言うわよ。言えばいいんでしょ。え？一緒にやりたくなったのよ。あなたと調合は。それだけよ。悪い？ないけど。でもどうして。どうしてって。友達だから。イルちゃん聞こえないよ。ああもう、あなたのこと友達だと思ってるからよ。それに単純にあなたのことを手伝った方が面白そうって思ったの。あれこれ考えてるよりずっとね。イルちゃん。ああ、やだやだ、自分で言っててどっから取ってきたわ。レンさん、帰るわよ。今回の件ちょっとやそっとじゃ許さないんだから。そうですか。では広場のカフェでケーキをおごるというのはいかがでしょう。
1週間ずっとなら考えてあげる。じゃあフィリス、バイバイね。その一緒に船作り頑張りましょう。これであとは牢を作るだけね。うん、みんな釜は作り終わったかな。レンさんのところに様子を見に行ってみよう。